皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は北朝鮮の階級制度についての話をしていこうと思う。面白そうなテーマね。まあ、北朝鮮は国自体がよくわからないから、どんなことに関してもあまり詳しく述べることはできないんだよな。だからまあ、今回のテーマなんかは、結構手広くロマン多めに語っていきたいなと思う。調査サボったわね。そういうわけではないぞ。とにかく今回は北朝鮮について手広く話して、特に国民の階級差について掘り下げていくって感じに思っておいてくれ。北朝鮮って隣の国ではあるけどほとんど何も知らないよね。よく核を撃ってくるとか、金正恩がヤバいやつだとか、そもそも国自体がヤバそうとか、そんなもんだね。そうだよな。それじゃ、北朝鮮について絶対知っておきたいことを少し解説するぜ。まず、北朝鮮、正式名称朝鮮民主主義人民共和国は1948年に建国された比較的新しい国だぜ。それまではどこの国の領土だったの？第二次世界大戦末期までは日本が統治していたが、ソ連が日本に宣戦布告するとソ連が徐々に制圧していき、日本が降伏する頃にはソ連が北朝鮮全域を占領したぜ。そして1948年にソ連の朝鮮占領軍が監督する中で独立を宣言したんだ。なるほどね。そして北朝鮮は社会主義国家だぜ。ソ連に統治されていた影響だな。そもそもの話なんだけど、社会主義資本主義ってよく聞くけどよくわからないわ。そうだな、前提としてそれを説明しておくか。資本主義には大きく分けて二つの特徴がある。一つ目は資本主義社会では個人で自由に経済活動ができるので、自由な競争が発生するので経済が発展しやすい。二つ目は自由な競争の代償と言えるのだが、競争にはどうしても敗者が生まれてしまう。資本主義の社会では、貧富の格差が必ず現れてしまう。一方の社会主義は、資本主義の反対と言える。すべては国のものとなり、競争はなくなる。すると国民全員が平等となり、貧富の差が現れることはない。というのが理想だ。競争がないということは、裏を返せばどんなに努力しても、どんなに頑張っても報われることはないということだ。そのため生産性は低く、資本主義に比べて経済の発展は乏しい。理想だけで、現実ではうまくいかない考え方なのね。でもさ、中国は目覚ましい経済成長を遂げているじゃない。中国も確か社会主義国家でしょ？これはよくある誤解だな。あら、そうだったの？中国って資本主義国家だったんだ。いや、そうじゃないんだ。中国は社会主義市場経済という経済体制をとっている。なんよそれ。社会主義とどう違うのよ。これは社会主義と資本主義のいいとこ取りをしたようなものだぜ。自由な経済という資本主義のいいところと、一党独裁という社会主義のいいところを合わせたものなんだぜ。すごく矛盾してる気がするわね。以上が資本主義と社会主義の説明だ。現在の社会では、資本主義の方が優秀な体制であると言われている。社会主義国家である北朝鮮が豊かではないことは容易に想像できるだろう。確かに貧しそうなイメージがあるわ。それでは北朝鮮の内情について話していこうと思う。北朝鮮はみんなも知っての通り、キム家が歴代世襲制によって統治している。キムイルソン、キムジョンイル、今はキムジョンウンだね。北朝鮮は、歴史的に西側諸国とは距離を置いてきた。過去には日本人や韓国人を頻繁に拉致したり、外務官が薬物を輸入したりとかなりの問題児だ。西側諸国から嫌われるのは当然だが、やがて東側諸国からの支援もなくなった。知った吐いたけどなかなかヤバい国だね。仲間からも見捨てられていたのか。そんな感じで北朝鮮はあまり他の国に染まらず、独自の生き方をしているんだ。一匹狼って感じね。独自の生き方もいい方に向かえばいいけど、どうやら悪い方に向かっているらしい。その証拠に脱北する人が今なお絶えない。北朝鮮には様々なヤバいことがあるんだが、今回はその中でも身分制度について話していく。北朝鮮には出身成分っていう制度があって、生まれながらにして彼らは階級差があるんだ。一番上の階級を革新階層、続いて同僚階層、一番下は敵対階層。自分の国のために敵対とか名付けちまうんだな、えげつない。国のトップが世襲なように、これらの階層も基本的には世襲だ。だから、上の階級に上がるのは簡単なことではない。革新階層にいるのは、例えば解放以前からの労働者。つまり、日本とかに抵抗して、社会主義を二次大戦以前から信奉していた人たちのことだな。あとは今政権を握っている朝鮮労働党の島民や革命遺家族、つまりは日本に戦争で抵抗したパルチザンの子孫。そのような二次大戦や朝鮮戦争での犠牲者なんかも多く優遇されているようだ。まあ、軍人は命かけているから優遇されるのも不思議じゃないわね。それ割にかなっていると思うわ。人口の 28% が革新層に属しており、その中の半分が首都の平壌に住む特権を持つ。平壌に住めるのは革新階層の人たちだけなんだ。次に同僚階層について。
同様階層の人は一般に中流階級って呼ばれる人たちだったり、革新階層だったが脱北した者の家族、朝鮮労働党を除名になった者など。そして面白いのは占い師、巫女、娼婦も同様階層なんだ。北朝鮮はかなり占いにどっぷり使っていて、国の幹部とかも占いをかなり信じているらしい。しかし一方で北朝鮮の刑法にはこんなものもあって、第256条迷信行為罪。金または物を受け取って迷信行為をした者は、1年以下の労働鍛錬刑に処す。前行の罪状が重い場合には、3年以下の労働強化刑に処す。つまり、占いを公的にやったら逮捕するぞ。って法律だ。さらにその占いの内容が国に悪影響を与えると判断されたとき、例えば何年以内に滅ぶとかは無期懲役の可能性まであるみたいだ。過去には公開処刑になった占い師もいる。お先真っ暗な世界で占いにすがりたくなるのはごく自然なことなのかもね。人口の 45% がこの同様階層に該当する。最後に敵対階層。この階層には地主や親日親米分子、哲学者などが含まれている。脱北者の家族よりも下の扱いなのね。そこが少し面白いところだよな。資本主義は敵という考え方が如実に現れている。人口の 27% がこの層に該当している。中には強制収容所に入れられて、古い鉱山やその他の危険な作業現場で働かされている人もいる。その数は15万人から20万人と推定されているそうだぜ。革新階層の人々は基本首都の平壌に居住している。特権階級として様々な恩恵を受けている。一方敵対階層は能力や地位の有無に関わらず、国に反抗する可能性が高いとして監視、差別待遇を受けている。敵対階層は高等教育を受けられないのは当たり前で、炭鉱などの労働条件が厳しい環境で働かされる。北朝鮮では現在もまかり通っていることなのよね。その通り。この国の社会主義はかなりねじ曲がっていて、名ばかりの社会主義体制なんだ。北朝鮮は国民の差別は存在しないと言ってはいるものの、脱北者の多くは実際に存在すると証言している。今、北朝鮮の発言をまともに信じる国がいくつあるんだか。しかし、そんな特権的な革新階層でも国に逆らえば跡形もないんだ。キム・ドンヒという人物についてだ。彼は朝鮮人民軍名誉衛兵隊の隊長キム・ビョンウク大佐の息子だった。名門校であるキム・イルソン総合大学を卒業後チャムセム貿易会社に入社した。北朝鮮の中ではかなりのエリートコースだ。彼は骨董品ビジネスを手掛け莫大な富を築いた。副社長にまで上り詰めた彼は一般市民は持つことすら許されない乗用車、さらにアウディを3台も所有し、移動の際には武道の達人のボディガード、現金は10万ドル以上を持っていたという。そんな順風満帆な人生を送っていた彼は突然逮捕された。容疑はポルノ映画作成だった。実は彼の骨董品ビジネスは難航しており、そこでサイドビジネスとしてポルノに目をつけたのだった。有名女優を多数出演させ、それを海外に売り外貨を稼ぐというものだ。そして出演したのは国民的女優のピョンミヒャンだった。国民的女優がポルノか。しかしもちろん北朝鮮ではポルノは禁止されているため、彼は北朝鮮で撮影されたとわからないようにポルノを作成した。しかし、ハンガーにかけられた服にキム・イルソンバッジがついていたことによって撮影場所が北朝鮮だということが割れてしまったのだ。在日本朝鮮人総連合がそれを発見して本国に報告すると、キム・イルソンは何が何でも犯人を突き止めるよう指示した。国を挙げた大捜索は猛烈で、あっけなく二人は捕まった。二人の罪状は有名女優をかき集めて、ポルノ映画を撮影し、日本をはじめとした海外に売り払い金を稼いだというものだった。キム・ドンヒは公主刑にされた。あんな有名な人を処刑するなんてという疑惑の声が上がったが、そんな声はすぐに消えた。また、女優のピョンミヒャンも後を追うように処刑された。国民的女優が処刑ってどんな国だよ。北朝鮮は徹底的に自分の国の情報を海外に流さないつもりなんだ。だから2004年に携帯電話の所持を禁じて、公的なルートで入手した人々の携帯電話は全て回収された。しかし、アメリカや韓国の人道団体、宗教団体などは大量の携帯電話を配布したり、一度脱北した人々がラジオや携帯電話を持って再び北朝鮮に帰ってくることも多々ある。それに対して2004年9月14日の労働新聞では米国が、我が国の団結を崩すために小型ラジオやテレビ、不純出版物を配布しようとしていると警鐘を鳴らしている。今じゃ携帯一つで何でも情報が得られるからね。まあ、携帯を禁じるってことは国内がどれだけヤバいか、海外の暮らしが自分たちよりどれだけ裕福かってのを国民に隠したがっているってことだわな。そうなんだ。かたくなに北朝鮮は自国民に、自分の国が一番豊かであると嘘吹いているんだ。そんな豊かと歌っている国が食料の問題に直面しているなんて皮肉なことだ。
革新階層の人間でも一部の人間以外は質素の食事で、労働者階級は1日あたりトウモロコシ飯が400グしか配給されない。栄養失調で大抵の人が皮膚病などの何らかの病気にかかっている。また、思想教育などで睡眠時間も削られ慢性的な睡眠不足となっている。また、電力不足で工場が稼働していないことも多々ある。胃の中の蛙状態ね。先ほど占いは警報で禁じられていると言ったけど、最近その反動かはわからないがキリスト教人口が増えつつあるみたいだ。やはり人間ってのは極限状態になると何かに頼ってしまうんだな。藁にもすがる思いね。聖書とかはどうしているのかしら。まさか、北朝鮮国内で発行はされてないだろうし。聖書も海外から密輸入して入手するしかない。それにある程度の知識人じゃない限り聖書も読めないんだ。北朝鮮で英語が読めるって言ったらかなりの知識人になる。さらに面白いことに脱北者の65以上がキリスト教信者であるっていう統計があるんだ。つまりはかなりの数の革新階層の人が脱北を試みているっていうことだ。いくら北朝鮮で良い思いをしていても、それはあくまでも制限されていて、もっと自由な生活が送りたいと革新階層ですら思うんだ。ということはその下の階層の人たちは、どれだけ国を抜けたいと思っていることか。もしかしたら、国を抜けたいなんて思えてすらないかもね。革新階層の人たちは学ぶがあって、外の国の情報が比較的手に入りやすいから憧れを持ってしまうかもしれないが、下の階層の人間はその日生きるのが精一杯でその先のことなんて見る余裕なんじゃないかな。そうかもしれないな。この先、北朝鮮がどんな数奇な運命を辿っていくかしっかり見届けたいと思うぜ。それではご視聴ありがとうございました。